よもやあの程度で我々に恩を売ったつもりではあるまいな。いいえいいえ、差し出がましいとは思いましたが、この機長が皆様のお役に立てるとお見せしたかっただけのこと、大意はありませぬ。機長？境外殿は確か違う名で呼んでいたようだが。僭越ながら魔族の言葉を額面通り鵜呑みにするのは危ういですぞ。確かに私は聖優の人間ではないが、国は違えども高官の義経心に胸たぎらせる赤い血潮は誰しも生まれ持っているというものです。とはいえ、貴様と小不官は共に視線をくぐり抜けた仲間であろうが、我らに組みすればすなわち友を裏切ることにはなるまいか。察するに万将軍、あなたもまた将殿とは遊戯を結んだ間柄では。くしくもあの男が口にした通り、誰の言葉に道理を見出すかという話なのです。確かに小不官とは数奇なる縁で道行きを共にしましたが、彼が持ち歩く魔剣目録についてはかねてから憂慮しておりました。あの危険極まる力が通りで引き起こした災厄に将殿はまるで頓着しなかったのでね。あいつは悪意こそないが、対局を見据えず短慮に走ることがままあるからな。強大な力をただ一人で預かるには危うすぎる人物。そう思えばこそ今日まで傍らに寄り添い、何くれとなく面倒を見てきたのですが、ここ聖優に来て万将軍のお話を聞いたことで疑いは確信に変わりました。魔剣目録は小不官ではなく、よりふさわしき人物に委ねられるべきであると。その通りだ。火星名工なる御人についてはまだ多くを知りませぬが、万将軍ほどの方が主と仰ぐのであれば信用に足ることでしょう。つまり何か、我が新孔明に加わりたいとでも抜かすのか。異邦人の身でそこまでの高望みはいたしませぬ。今はただ道理を通し義に準じる人としての道を歩みたいというだけで。軍派殿、こやつどう思われますか。通りの機長殿、そちらで小不官が働いた狼藉について、同じ聖友人として謝罪させていただく。どうか顔を上げてください万将軍。私としても小不官一人の霊だけで聖友という国を断じていた日があります。奴らの足跡を探るのもこの辺りまでが限界ですね。やれやれ、こういう仕事は触身ドッキの得手だったというのに。ここで功を焦るには及ばん。次の機会を待とう。さすれば今度はもっと周到な策を巡らせて奴らを追い込むことができよう。機長殿もそう思えばこそ、小不官が立ち去るまでは自らの胸中を語らずにいたのであろう。さすがは軍旗を担うお方、計略というものを心得ておいでだ。